評価される教育を受けていくと、うん、そこにやっぱりこう気にしがちっていうところはあるとよく言われますよね。本当、硬直マインドセット、成長マインドセットの話ですよね。この番組は日本のメンタルコーチ業界を盛り上げよう、そして日本に正しいメンタルトレーニングを普及して日本のパフォーマンスを最大限に増やそうという理念のもと、現役メンタルコーチが立ち上げた日本メンタルコーチ連盟公認の番組です。メンタルコーチ業界のことやメンタルとの正しい向き合い方について、毎週月曜日に役立つ情報を発信していきます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。週刊メンタルコーチの、第18回です。はい、もう18回ですね。今回来ている質問は、これ実際選手からですね。高校生の、はいはい、なるほど、サッカー選手からですね。高校生。うんうん。はい。まあコーチとか監督の目線が評価が気になって自分のプレーが出せませんと。うん。ね、どうしたらいいでしょうかっていう質問ですね。なるほど。それは競技は何の競技ですか？サッカーですね。ああ、サッカーですね。はい、高校生のサッカー選手ですね。でもね、サッカーに限らず、多分それはすごくいろんな競技にも共通してることかもしれないですね。うん。いや、これはね、もうかなりいただく質問ですよね。うんうん。見ててもね、うんうん、あ、すごく気にしてんなとかっていうのを感じる場面ってありますよ、うん、外から見てても。うん、そうですね、うん。今日はそれに対して、なんかこう、なんでそういうことになってしまっているのかとか、うん、またそれプラス、そこに対する対処法なんかがね、情報提供できたらいいかなと思ってるんですけど。そうですね、はい。うん、まあ、なぜそうなるのかっていうのと対処法ですね。そうですね。今田コーチはどうですかね、こう。まあ、そうやって学生の頃とか、うん、達成評価をね、こう気にして動けなくなるとか、そういった経験ありますか？僕自身はあまりそういうのはないんですよね。この評価がもらえないからやめたとかっていうのはない。うんうんうん、うん。ゆきこちゃんあります？これめちゃくちゃありますね。その強豪高校でプレーしてて、なるほど。もう選ばれるために、ね、かけてるんですよね。はいはいはい、そうです、そうです。もう A チーム B チームをこう僕は結構その行ったり来たりするようなとこだったんですよね、うんうん。でも そこでもう絶対にそれなんですかね、大学手に入らなかったらその高校行った意味がなかったんですよ僕と。そうね、だからもうね、かけてたんで、だからこそ多分ね、相当やっぱり気にしてましたね。それがかかる、その評価がかかった試合になればなるほど気にしてしまって、パフォーマンス出たり出なかったりっていうのがありましたね。でもなんかそこの評価ってあれですよね、うん、そのもうプロもそうなんでしょうけど、うん、結局そのね、チーム競技であれば監督がこう人をチョイスしてこう選ぶわけだから、うん、監督がこう求めるものをしっかりと知って、そこに対して答えれるかっていうところが必然的に絶対重要になってくるからですね、うん、ある程度そこってとても大事ですよね、多分そこを思う。そうですね、この評価を高めないといけないっていうのは絶対に必要なんで。そうなんですよ。で、結構その強めに怒られるっていうのもあったんですよね、うんうん。そうそうそう。やっぱりミスったら怒られるっていう、そこの、怒られるっていうのも結構な具合で怒られるっていう。まあそういう時代でもあったからですね。うんうん、なおさらでしたけどね。あいつ、そうそうそう。そのミスがついてる選手は、こう、もうはまるじゃないですけども、怒られまくって。はいはいはい、ちょっとさらし者にされるみたいなところもあったんで。なるほどですね。なおさらね。だから当時このね、答えを知りたかったですね。そうですよね、はい、うん。じゃあなんでこういうことが起きてしまうのかというところを、まあ今も触りもね、ちょっと話はしているんですけど、うんうん、今の話をちょっとこうまとめたらあれですかね、うん、要するに、監督とかこう、求められる人に対して答え
応えないといけないっていうところに固執していってしまうっていうところがあるんですかね。そうですね、うん、そうですよね、うんうん、あとそのありますよ、ね、そう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 、うん、それはとても大事なことで、まあ、さっきも話をしたんですけど、うん、結局人って欲求ってあるじゃないですか。承認欲求で認められたいとかっていうのは基本的に絶対あるわけだし、うんうんね、上とかに行けばその認められたい以上にこう認められないと試合に出れないっていうところもあるとはあるんですけど、うん、まあそこのもちろんね、認められたい願望っていうのはあって当然だから、そこをネガティブに考える必要はないなっていうところはあるんですけど、うんうん、その中で、一つ僕が思うというか、思うのは、うん、全員に好かれることはできないと、うんうんうん、みんなにまず好かれようと思わないでいいよっていうところはあるんですよね。そうですね、はあはあ、思っても無理な話っていうのはよくあるじゃないですか、うんうん、262っていう法則もすごくそこに働くんですけど、うん、結局その自分の価値観と合う人っていうのは全体の2割しかいないわけで、うん、逆に2割は反対なわけですよね、思いっきり、うん、その間の6割はまあどっちでもないっていう普通の人で、8割はそんな、うんね、気にしないんですけど、2割に対してはすごくそこに対して怒ってきたりとか反対側の人なんで、うんうん、でも意外に多くはそこの嫌われてる2割に対して好かれようと努力をするから、うん、そこにこう反発してどん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 萎縮してしまうっていうところはありますよね。そうですね、それ間違いないですね。で結局そこが今の話で言うと怒られるとかってあるじゃないですか。そのプレーに対していろいろガッと怒られるところも、うんうん、要するにポイントが、いや僕はこのチャレンジのためにやったのにとかっていうのがあったとしても、うんうん、その人からするともうそれを認められないとかっていうところもあるし、うん、結果がそうマイナスな結果だったから 何やってくれてんだとかあるじゃないですか、うん、でそこの価値観がもう違う部分に関してはもう気にしないっていうところを考えていかないと、うん、難しいですよね。そこは変わらないところもあるからですね。そうですね、うん、まあ、そもそもね、その思考が合わない人はもともといるっていうことは受け入れとくべきだっていう。そう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 。まあインドア派とね、アウトドア派がいたとしてですね、うんうんうん、休日をアウトドアに使うっていうのはインドア派からしたら意味がわからないみたいなね。そう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 。なんで逆もしかりあえて外に出るんだとか。そうそうそう。逆もしかりですよね。ね、アウトドア派からしたら家をね、インドアでね、休日を過ごすなんてありえないみたいな。まあそこの人たちを納得させようと思っても、まあ、それはそもそもね、思考が違うっていう。そうですそうです。ですね、そのインドア派、うん、アウトドア派がこう目の前の競技の中にいて、じゃあどんなプレーをしていく、いやインドアで攻めた方が絶対いいやろとかいうところを絶対言うわけじゃないですか。はいはい、同じでもサッカーで、まあ、インドアとドアで話すのは難しいですけど同じサッカーのシュートのシチュエーションで、うん、いやインドア的にこうした方がいいんじゃないっていう意見と、アウトドアで言えば絶対こっちから、うん、外から行った方がいいんじゃないっていうところになれば、それは評価も全然変わってきますよね、家庭も。うんうん、今のコーチが言われるように、その、まあ、大前提で、人と人は違うから、その、うん、まあ、批判されてもしょうがないっていうところは受け入れるべきだっていうのは、一つあると思うんですよね。はいはい。当たり前の反応だっていう、うん、A って言ったらね、ちょっと B 側を言う人がいるから、ね、その、自分とその逆行するような考えの人が出てくるんで、まあ、批判というか、まあ、そういったこう、評価をされるっていうのは当たり前だっていう認識は、確かに必要ですよね。ありますよね。そうですね。あとそういうことが起きるっていうのはもう別のこう角度で言うと、うん、あれですよね、それまでのなんかその積み重なった教育的な環境もすごく起因しているのかなっていうのはありますよね、うん、例えばその親の育て方であったりとか、うんうん、確かに確かに、要するにこう評価をずっとこう評価される教育を受けていくと、うん、そこにやっぱりこう気にしがちっていうところはあるとよく言われますよね。本当、硬直マインドセット、成長マインドセットの話ですよね。うんうん、硬直マインドセットですね。あの本当に結果評価を気にするようなその環境で育ってきて、でそこのやっぱ結果評価っていうのが第一優先になってしまって、そう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 、もうそういう価値観で作られてしまっているっていうところもあるからですね。う
そうですね。なってしまった以上はそこを変えないといけないんですけど、うん、要はこう何が言いたいかしたら、これを見ていただいている人、うん、もう例えば全然選手側じゃなくても、その周りの環境でそういう選手を作ってしまいますよっていうところも、うん、にしておくことも必要かなっていうのはありますよね。うん、スタンフォード大学のですね、研究、なんですけど、まあ、A グループと B グループで、その A グループの子供たちにですね、テストさせていくんですけど、テストはこう難易度をどんどん上げていくんですよね。うん、A グループ、B グループの子供ですね。で、A グループには、結果を褒めるんですよね。うんうん、で、B グループは、その、プロセスですね、頑張ったことかを褒めてあげるっていう。うんうん、で、その、まあ、最終的には結論を言うと、結果を褒めていくと、どっかでチャレンジをやめてしまって、そうそう、まあプロセスとか頑張りを褒めてた B グループの方がその、そうなんですかね、偏差値だったりとか勉強のその、うん、ができるかどうかっていうのは B グループが良くなっていくって話があるんですよね。つまりそのね、親御さんとか指導者の方が結果しか褒めなかったりとか、うん、そこしか評価しなかったら、もうその他人の、ね、評価を気にする子供になっていくというのは結構当たり前の話だけど、うん、それをかなりそれしかされてきてないというか、まあ、学校教育から含めてですね。そうです、そうです、うん、本当に、ね、学校教育も実際そういう部分もあったりするんですよね。通信簿とかっていうのがいい例なんですけど、実は通信簿とかね、勉強のね、そのランキングとか点数で基本的に評価されて、そう偏差値で評価されて、それは結果を気にするようになるわっていうのは当たり前じゃ当たり前ですよね。そうです、そうです。家庭と返しにして、勝ったからいい、ね、うん、これができたからいいとかみたいなんですね。じゃあこの他者評価を気にするっていうのは、まあ、への対処法ですよね、うん、どうすればその次は対処法っていうところですよね、うん、気になりにくくするのかとか、うん、まあ、結局自分が集中したいことに目を向けたいっていうことなんですね。そう目的は、うん、ゴールはそこですよね。パフォーマンスをしっかり発揮するためにどうしたらいいのか、うん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 、どうですか、こうね、その高校生の、選手がその監督とかコーチの評価を気にして、うん、まあ、そっちに気がいってしまっているという状況なんですけど、今田コーチ的にはどんな対処法がありますか。対処法は、まあ、2つあります。まあ、一つはちょっとマインド的なところと、うん、もう一つは、まあ、スキルというか、一つは、とても大事なことは目標を明確にするっていうのは絶対的にありますよね。うんうん、評価を気にしてしまう人っていうのは、目標がこう曖昧な人ってすごく評価を気にしがちなところがあるので、うん、評価される前に、いや今からどんなプレーを今日はしようかとかっていうのを本当に明確にしておく。ね、うんうんうん、その目標を達成するためにどうしたらいいのかっていうところにもう夢中になると、周りの評価とかは別に気にしなくて、うん、自分のことをどんどん考えることができるので、さっき、まあ、池越の話もあった、スタンフォード大学の話もあった、その要するに行動の部分に対しての目標、うんうん、特にあそこを明確にすることがとても重要。行動目標ですね。ありますよね。そう池越は他なんかあります？いや、本当おっしゃる通りというか、行動目標を明確にする、プレー目標を明確にするっていうのは、うん、すごくもう同感ですね、同意見ですね。本当にそこだと思いますね。やっぱその結果目標をにフォーカスしすぎっていうのはあるんですよね。試合で、勝つとか結果を出すとかっていう結果目標にフォーカスすぎると、やっぱりその結果に意識が向いて、結果っていうのは評価イコール評価なんで、うん、結果を出すための行動とかプレーの目標をしっかりと立てて、そこに夢中になっていくと、そこにフォーカスしてやっぱりやりきっていくっていう、うん、そういうその、思考習慣をつけていってほしいなって思いますね。そうですよね。で、例えばその試合に勝つとかっていうのは、まあ全体のあれもあるから難しいかもしれないですけど、うんうん、例えばその曖昧で、今日はコーチに認められたいとか、うん、っていうところも変なこう目標にしてしまうとダメで、ずっとこう言われてしまうからですね。そうですね、うんうん、例えば目標の中で今日はコーチから言われても、例えば今日はドリブルの中であそこの角度でこう何回もここはチャレンジして、例えば、ね、センタリング使用シュートしてそこまで持っていこうっていうところにこう特化していけば、
うんうん、なんかいろいろなこと言われても、うんね、自分に対してできたかできてないかっていうのはジャッジができるからですね。そのプロセスに対してどうこうっていうのを考えていけばいいのかなというところはありますよね、うんうん、確かに本当におっしゃる通りですね、うん、具体的なワンプレワンプレにも、うん、そうそうそう、で実際そのチームとかをサポートして選手サポートするときに、うん、あの試合前とかに今日自分がこだわるプレーとかチャレンジすることをやっぱり言語化してもらうようなセッションをしてもらったりとか、うん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 、まあ、個人選手だとそれをノートにね、あの書くように、あの試合前に自分が何にこうねプレー目標として集中したいかっていうのを書き出して、うん、しっかりそこを明確化言語化しておくっていうのはすごいポイントだと思うんですよね。とても重要ですよね。そこに意識を持っていくことで、うん、より自分に対してこう集中を持っていけるからですね。うんうん、それもなくただ試合に入ると結局わーわーやっぱりコーチは絶対言ってくるので、そこにこう耳が行きがちっていうのはあるからですね。そうですね、うん、そうならないように本気でこれを絶対達成したいんだっていう自分なりの目標を決めていくことがとっても重要かなっていうのはありますよね。うんうんうん、おっしゃる通りですね、うん、でさらにこうただとは言ってもやっぱりミスが続いた時とかはやっぱり評価気になることって絶対あるとは思うんで、うん、そういう時のまあテクニック的にですね、うん、例えばこの動作をしたら自分はもう切り替えてまたプレーに集中するっていう切り替えの儀式的な、なるほど、例えばそういうスイッチを1個作っておくっていうのもすごく大事かなと思うんですよね。はい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 、はい、胸を2回叩いたらもう1回自分はそこのプレー目標に集中するとか、うん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 、1回空を見たら自分がね、あのプレー目標に集中するとかっていう切り替えの、まあこれいろんな方法があるんですけどね。うん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 、そういう自分の中でも決め事を一つ作っとくと結構武器になりますよね。そうですよね。なんか験担ぎじゃないけど、この流れ、うん、悪い流れが来た時はこういうことをしたらちょっと流れ良くなるよって暗示をかけれるようなものですよね。何でも。そうですね。うん。本当にそこはいいと思う。まあね、いろいろ深呼吸する人もいいですし、いろんなジェスチャーする人もいいですしっていうのはありますよね。うんうんうん。まあ、それを海外のそのやっぱり欧米の選手っていうのはね、宗教的なものでやるじゃないですか。はいはい。そうそうそう、まあ十字架切ったりとかっていうのはあれをすることによってまた切り替えをしているようなことものなので、うん、うんうんうん、まあ自分の中での切り替えのスイッチ、自分に集中するっていうスイッチを何かしらでつけるっていうのはおすすめしてる方法ですけどね。そうですね、うん、そこはあります。あと、まあ、僕も一つ付け加えるとすると、うんうん、まあ、これはスキル的なところではなくマインドなんですけど、さっき明確にするじゃないですか、うんうん、うん、その中でももちろんいろんなミスしてネガティブなことを言われると、うんうん、いうときは、まあ、どういうふうに割り切るかというと、そこはその結果に対して言われてるわけじゃなくて、うん、そのまあ行動のやり方に対してこう否定されているところもあるからですね、うんうん、そこは逆に自分が目標を達成するためのヒントと思って受け入れるっていうところもとても重要というのはありますよね。なるほど、ヒントとして受け入れる。そうですそうです。でそこをもっとこう噛み砕いて、あ、ここがこういう行動したから良くなかったんだな、じゃあ次はどうしたらいいんだろうっていう質問に置き換えて自分なりにこう変えていくっていうところを考えていきますね。うん、なるほど。その人自身が悪いっていうわけじゃなくて、うん、このプレーそのもののこのやり方をちょっと今マイナスな評価されたから、うん、確かにそうだなっていうところを受け入れながら、じゃあもっと次はこうやってみようっていうふうに新しいチャレンジに置き換えていけば、いろんなこと言われても受け入れる掃除っていうのはできるのかなっていうのがありますよね。なるほどなるほど。例えばちょっと厳しく、うん、いつもお前同じミスばっかりしてを結構強めにガンって言われたら、うん、そういう場合はどうしたらいいですか。言われた場合の選手側として、そうです、あの指導者からそうやって、うん、また お前同じミスばっかりしてっていうのをかなり強めで言われたときに、まあ、これアドバイスじゃないじゃないですか、うん、まあ、あの批判されてるわけですよね。それをこう、うん、今の話でいくとどうこうなんですかね、解釈していけばいいんですか、ね、そこに対しては逆に分からないんであればもうそこに絶対聞いた方がいいと思いますよね、単純に。あ、要するに何に対してそのコーチが言う一番怒っているポイントのミスしているプレー、どのプレーに対して言われているのかとか、うん、なるほど、まあ、ただもうミスっていうのはもう自覚があるわけですよ普通に、うんうんうん、そうそうそう、
ミスってて自覚があるわけですよ。自分のところでボール取られるっていうのがなんか3回ぐらい続いて、うん、それに対してこう厳しく言われてるわけですよね、うん、まあ、その時のそれはもう解釈っていうか捉え方を変える。そうっすよね。だからミスが起きてるのは事実でもあるし、うん、うんうんうん、じゃあ取られないためにはどうしたらよかったんだろうっていうことを考えることですよね。うん、うん、なるほどですね。ミスしないようにしろって言われてもちろんそうだし、じゃあミスしないようにするにはどういう行動をしたらいいのかとか、ボールを迎えに行くのかとか、うん、もうちょっと体を先にこう入れるとか、なんかいろんな方法はあると思うんですけど、うんうんうん、そこに対して行動をいろいろ考えてやっていくっていうのはありますよね。確かに確かに、うんうん、キックにしてもキックミスが多いよねこの時は。そしたらじゃあキックミスができないようなトレーニングをしないといけないし、うん、そこに足らない意識のポイントがいくつかあるとは思うので。そうですね、まあ、セルフコーチングを変えていくっていうところですね。そう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 、うん、なぜうまくいかないんだとか、なぜコーチはこんなに言うんだじゃなくて、うん、今何がね、そのミスを、ミスから立ち直るためにいいプレーするために何が必要か、どうしたらいいか、うん、っていうファットとかハウで自分に問いかけていくような感じですかね。そうそうそう。で、本当に今言ったらどのようにっていう、うん、そのミスしないプレーをやろうっていう曖昧な、うん、それって曖昧じゃないですか、結果目標になってしまってるので、うん、じゃあそれをするためのプロセスを本気でもっと言語化した方がいいですよね、うん、じゃあそのためにまずはちょっとしっかりともう一歩早くボールに触ろうと、ちょっとここアクション起こそうとか。そうですね、蹴るときにもうちょっとこうインパクトがでコンパクトに足振ってみようとか、うん、っていうところにフォーカスし出せば、あ、ちょっと良くなったよっていうのは必ず変わってくると思うので、うん、なんかそこをしっかりやっていくっていうのはとても重要かなと思いますよね。なるほどですね、うん、はい、はい、じゃあそろそろまとめていきましょうか。そうですね、はい、まあ、今日はですね、他者評価を気にしてしまうと、うん、どのように対処したらいいのかっていうテーマで話していきました。うん。うんうん。まだ構築的にまとめると、こう、何が大切なポイントでしたか？そうですね。まあ、まずは、すべての人に受け入れてもらおうと思わない、うん、好かれようと思わなくてもいいっていうところを、まず一つ持って、うん、まあ、要するに価値観はみんなバラバラだからねっていうところを知っておくというところですよね。うんうん、でその中で重要なのは目標を本当に明確にしましょう。今日今からやる目標を明確にして、その目標達成のためにどう行動するかにとにかく夢中になる。うんうんうん、なるほど。その夢中になるまでの目標を本気で描くっていうところがとても重要かなと。本気でそういう行動の目標を描く、そこに夢中になるっていう、うんうん、ですね。で、まあ、ネガティブな評価を受けたとしても、それはあなた自身に対する、あなたはダメだっていうことを言ってるわけじゃなくて、うん、まあ、言い方にもあるんでしょうけど、本当はその、ね、人間否定をされてるわけじゃなくて、プレーに対して否定されてるわけだから、うんうんうん、そのプレーに対してじゃあどう変えていくかっていうことは可能なはずなんで。そうですね、うんうん、そこに割り切って目標達成に夢中になっていくっていうところの考え方を持つっていう3つですね。うんうん、はい、 OK です、ありがとうございます。まあ、そういった形でですね、まあ、今日は他者評価っていう形で、お答えしていきました。うん、他にもですね、こういうポッドキャスト聞いてですね、メンタルに関する質問っていうのがあると思いますので、ぜひ公式サイトであったりですね、まあ、YouTube で見ていただいている方は、コメント欄とかにですね、こういった、相談があるっていうのも入れていただけると、またテーマとして扱っていきたいなと思いますので、引き続きですね、ご視聴いただければと思います。はい。ということで、週刊メンタルコーチのですね、17回目ですかね。18回目ですね。うん。はい。でした。今田コーチ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回のポッドキャストはいかがでしたか？
番組では質問をお待ちしております。ウェブサイト日本メンタルコーチ連盟にある週刊メンタルコーチ番組質問フォームからお送りください。また週刊メンタルコーチはポッドキャスト YouTube にて配信しております。チャンネル登録していただくと最新のアップロード情報が届きますので、ご興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。